この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。イエイ、どうテンション上がるでしょ。やっぱりその関西人、いや俺は別に好きじゃないよ。また好きじゃない。嘘でもいいから好きって言え。好きでも嫌いでもないよ。好きって言え。じゃあ好きですけど、でもやっぱそのなんでテンション低く好きですけどって言う。好きじゃないようの方がテンション高く言うっておかしいだろ。めっちゃ好き、お好み焼きめっちゃ好きやねん。あバカにしだした。バカにしてないから。バカにしてませんから。あれでしょ、食うんでしょ、そいつも。お好み焼きでお前も飯食うんだろ。お好み焼きと、これおかしくないって。ソースで飯食ってるから言ったら、いやいやいや、そう考えたらおかしくないやろ。じゃあお前さ、食うときにさ、これが炭水化物を食ってるとか思う、これは今ビタミンを取ってますとか思うか。いやー、俺のタンパク質今取ってますって。いや、そうだ、俺なんかね、何を炭水化物の時だけさ、炭水化物で炭水化物を食うとかいう意味わからんさ、栄養素を出してきてんの。いや、一回俺の中でルールがあって、お祭りで出てく、お祭りのお店で出てくるものとご飯は合わないっていうのがあんのよ。わたあめとかさ、かき氷とか合わないでしょ、たこ焼きとか。それお菓子やん。おやつやん、それは。お好み焼きもその。甘いから合わへんねん、それは。東京ケーキもだろ、合わないだろ。ベビーカステラも合わないだろ。やっぱ甘いやろ。しょっぱいものなんだろう。フランクフルトも合わないでしょ、ご飯に。食ってみたら合うんじゃん。どうなんやろ。焼きそばも、まあ、焼きそばはあれだけど。合うやん。子供の頃からの違いなのかな。俺全然だからお好み焼きまずそんな食わないから。飯に出てこないから、お好み焼きが。俺は出てきたけど、まずかったな。お前のお母さんあれだろ、ギュッてこう押し付けて、空気抜いて、カチカチにするんだろ、お好み焼きを。そういう言い方したらおかしいやん。なんかわかんないけどギュッと押し付けるんでしょ。いやだからそれはなんか早く焼きたいんやって、中まで火が通るようになっちゃう。そのちょりこおかしい。そのちょりこめちゃくちゃやで。なんで味のことを捨てて効率を求めてんだよ。カチカチのお好み焼き壊され続けて俺は。それで食ってたんでしょ、でもそいつはご飯を。そう、あ、じゃあもう今日やって、今日食べて。わかるから。今日やるの。絶対美味しくない。いや、絶対合わないじゃん。うまいわけがないもんだって、そのお好み焼きとご飯を一緒に食って。いや、もう分かってるやん、お前も合うって。いや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 、完全にフリやん今の。いや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 、フリやわ。フリちゃうちゃうちゃう、フリじゃなくて今素直な、ちゃうちゃう、今素直な気持ちを。そんなに振るわこの人。振ってないから、俺は絶対そうだと思ってるっていう胸を伝えただけだから。なんで振ってるって。恥ずかしいなってきたわ。違う違う、振ってないから。丁寧にやりはるわ。違う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 、そう言われるとなんか恥ずかしくなってくるから、振ってないから今本当に。じゃあ、まあ、材料の確認いきます。はいはい。薄力粉。おい薄力粉。卵2個。はい卵2個。だしの素。はい、だしの素。揚げ玉。揚げ玉でーす。キャベツ1/4。キャベツ1/4。それ1/2やけどな。え、これ1分の1って書いてあったで。2分の1じゃん。え、お前、え、それ見て4分の1だったの。書いてあったねって書くわけないやん、2分の1に4分の1。いや、違う違う、4分の1コーナーに置いてあったよ、これ。4分の1、キャベツ4分の1コーナーに。持ったらわかるやん。いや、だから、まあ、今言われて。わかるやん。いや、今言われて。今言われて、確かに悪いのな。確かに今言われて2分の1だなと。いや、お前4分の1かもしれない。何決めつけてんだよ。もしかしたらこれ4分の1かもしれないだろ。どうだったの、4分の1だろ。こう、こうよ。ええ、さ、3分の1や、ちょっと待って、ね。しかもそれ切り方の問題で結局4分の1だし。は？豚バラ肉。そ、今回さ、いやもう、豚玉やっつってるやん。いや、豚玉で、分かってる分かってる分かってる。今回出せよ、うるさいな。いや、まず最初に出す前に話を聞いてほしくて、俺の思いを伝えたくない、ね、俺の思いを伝えたくて。どうでも聞きたくない、伝わらん。はい、出せ。いや、そのね、もう怒らんから。ほんま、もうめんどくさいね、ま、絶対怒らん。何それ。まあ味噌味がついてる豚バラ肉だよな、だから。じゃあ調味料いきます。聞かない、聞かないの。それ、なんでこれになったのかとかいろいろあるよ、紆余曲折。理由は
2位も歴史あるよ。これで本当にいいのかとか、これが合うのかどうかやってみようみたいなやつとかあるんじゃないの。いい、もういい。なんなんもういいって。おい、疲れるだけやもん。正当性のある理由一回も出てきたことないもん、そういうの聞いて。いや今回は真面目に、もう聞いたところで疲れるだけやね。いやそんでだったらじゃあこの味噌、うん、豚バラの味、味噌味お前黙れ。いやこれから味噌味をどうこうしていこうみたいなやり取りをしようよ。お互いがと高め、お前藤子不二雄先生は二人で話し合って作品を、一個の作品を作り上げてたわけだよ。そこにはもう話し合いが不可欠だったわけ。お互いものを、いいものを作ろうっていうね。だから話し合おうよ、これをどうやって生かしていくか。確かに味噌味はついてるけどっていうところで。じゃあ洗ってこいよお前。なんでやねん。洗い流してこいよ。なんでやねん。いや味噌味落とせばいいやんけ。味噌味なくなっちゃうだろ。なくなってええやん、いらんやん。だっていや味噌味ありきで考えようよ。なんでな。じゃあもう、じゃあうん、じゃあありきで考えよう。はい。いやそうそう、もっとあのその、まあ、諦めるみたいな言い方じゃなくて、もっとワクワクしながら言って。わかる、もっとワクワクしながら、どんな味になるんやろうなみたいなやつで言って。はい、じゃあ調味料いきます。いや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 、やれってだから。はいはい、これやれってないやん。やってみてやってみよう。いややってみて、本当にだから。そうそう、いやワクワクして。お前が俺の言うことを聞いてくれへんの。なんで俺が俺の言うことを聞かなかった。聞くから、ちゃんと聞くから。そうそう、やってみて本当に。聞くからって、か聞いてないからそれ買ってきたんやもうってそんな、なんかいや、元気よく普通に作りゃいいやん。普通に作ろう。だからこれしか、お前がポンコツ出して、違うもん買ってきましたが、お前の持ち味やとでも思ってる。違う、これしかなかったんだって、売り場に。それが面白いやと思ってるの。俺もこんなの、これもこれしかなかったから、やむを得ずこれを買ったに決まってんだろ。はいはい、じゃあいいやん、もう。いやだからその、はいはい、その話とかあるの。いやだからその、はいはい、やめろ。じゃあいらんやん、もうそれだけでいいやん。いやじゃあそう、はいはいをやめろって、はいはいとかっていう投げやりな感じでいくと、なんかもう投げやりになるやろ、そりゃ。嘘でもいい、嘘でもいいからワクワクしてみろって。お前のユニークさに付き合うのも違う違う、勘弁してくれ。じゃあそれ一回あのワクワクしながら行ってみて。一回これでワクワクして、本当に。いややっつってるやん。なんでできへんの、それが、それぐらいのことが。お前はじゃあなんで買ってこれへんの。言ったことをなんで買ってこれへんの、お前は。いや俺はだから売り切れてた。なんでできへんのって、こっちのセリフやからな。俺は売り切れてたっていう理由があるから、ちゃんと豚バラ肉が。ちゃんとそれがちゃんとしてんの。また夜行ったやろお前。え？売り切れるわけないやん、朝行って。また夜行ったやろ。閉店ギリギリに行った時に物揃ったことないねんから。うん。やめろっつってるやん、ゴミ。でも朝行けなかったからしょうがなくないか。それは夜しか行く時間がなかったんだから、それって。え？朝行けなかった。寝てたからだよ。はい。じゃあ調味料いきまーす。いや、ちょっと、あの、本当に、ごめん。一回謝るから、許してもらっていいか、本当に。もう許さん。すいません。ちょっと夜行っちゃいました。間違ってスーパーに。間違って夜行っちゃいました。間違って？は？は？もうお前怒らせにかかってるやん。違う。許さんと分かったら。おちょくりまくっとるやん。お？なんやお前。はい、じゃあ調味料いくわ。もうお好み焼きソース、マヨネーズ、かつお節、青のり。おいおい、何中濃ソースやんけ。何の違いがあるの。ソースやん。お好み焼きソースはお好み焼き用のソースやろ。いやソースやん。お好み焼きソースって書いてるやろ。いやソースやん。え、違いがあるの。お好み焼きソースと中濃ソースって違うから名前違うやろ。え、それお前の子供じゃなくて。お好み焼きソースはお好み焼きに特化しとるんや。お好み焼きソースってあるか。あるわボケ。造語じゃない。あるわ、スーパーに売っとるやろ。じゃあお好み焼きソースって何。お好み焼きを作るときにしか使わないの。そう、マジで言ってんの。たこ焼きソースはたこ焼きを作るときに使わない。いやいや、焼きそばソースは焼きそばを作るときにしか使いません。いやいや、一生なくならないって。そのソース、その3種類揃えたら一生なくならないって。そうそう、一生なくなるけど、あり続けるって。それは食わんからやろ。食わんかったらそれはなくならんけど、食ったら減るけど。え、何じゃ分けんのお前ちって。え、お前じゃあたこ焼きが出た時と、お焼きそばの時と、お好み焼きの時とソース変えんの。いや変えないんじゃん。俺うちも中濃ソースやけど。ほらこだわりのやつがあるんだろ。関西人はやっぱソースにこだわるみたいなやつがあったからだろ。今のやつは怒られるんや。怒られるのこれ。違うに決まっとるやろ、しかし言うてなんでやねんってめっちゃ怒られるで、これこれあかんの、あかんの、やっぱ中濃ソースは。お好み焼きソースとちゃうやろんかいって怒られるから俺も
やらなあかんねや。肩を持ったわけだ、そいつはそっちのポジションに立って。まあ、なんでもええわ、そうそうって。うるさいね、関西人って。分かってへんわ。大阪の文化なめんなや、みたいなこと言うとんじゃん。言われるね、お前そんなにしとったら。揃ったな。まあソースうんぬん言うんやったらまずその味噌漬けの肉がもう信じられへんけどな。キャベツのみじん切りってどうやってやんの？まあ粗めでいいから。キャベツのみじん切りってどうやってやんの？え？え？習ってない、習ってなくない？キャベツのみじん切りの方法。キャベツを初めてみじん切りにするんだけど。俺、いやこれ絶対教えたってお前。はあ、教わってねえって。もう教えたって。絶対教わってないって。幅2センチ幅で切って、90度回転させて、また2、3センチ幅で、あ、センチじゃミリな、ミリ幅で切る。2ミリ幅で切る？2ミリ幅ぐらいで切って、で90度変えて、また2ミリ幅で切る。聞いたことあるわ。やろ？おう。殺すぞ。おい、切ったぞ。お前、測りやる？あるわけねえだろ。これ気候 200g やねんけど。これさ、400g なの。うん。で、これ新品なのよ。うん。上の封を切っただけで、使ってないのね、これね。なんで切ったん？え、だから、テンポよくやるためでしょ。おぉ。そうでしょ？テンポよく、まあそこ、だから、これは今 400g パンパンに入ってるわけだから、これの半分が 200g ってことでしょ。うん。じゃあ、半分ぐらい入れればいいってこと、これの。うん、頑張れ。頑張れってなんなん？おい、頑張れよ。頑張れ。応援してやっとんやろ。いや、頑張れっていうかやり方教えろや。いやいや、半分入れるやり方なんか知るかよ。目分量、じゃあちょっと見て、今これぐらい入ってるわけよ。それ見れる？もう分かる。目分量でやれよ、なんとか。ちょっと見てなんとかやれって。 200g の200g、 ちょ、ストップって言ってそうですよ。じゃあ 200g ぐらいになったなと思ったら。分からんから、俺ストップって言わんからな。はい、200g って絶対 200g です、これは。もうおー、すごいな、200g。分かるわ。目分量で出せるね、ちょうど。さすがに1年やってると分かるわ、それ。そう。はい。出汁の素、大さじ2。2。天かす。天かす、え、これに入れんの、天かす。おう。これに？おう。天かすって最後にパラパラってかけるんじゃないの？は？何やねんその子の動き。天かすってここにいるんだ。へぇ。はい、大さじ、山盛り大さじ2。山盛り大さじ2ね。2。卵2個。え、これに入れんの卵。どこに入れんねんじゃん。ちょっと怒んないで聞いてね。絶対怒んないで約束できるよ。怒んないで約束できるよ。物によるやろ。あのさ、卵ってさ、こっちでやるのが正解なんだっけ、こっちでやるのが正解なんだっけ。どっちもちゃうわ。何わざと。え、なんて言ってた、卵の割り方なんて怒られた俺前。平らんとこでやれっつってんの。平らんとこで、あ、こういう、ここでパンってことか。そう。あー、なるほどね。何回目やねん、ほんま。もう忘れないわ。深く心に刻み込んだわ、そう。前も言っとったぞ、そんなこと。水 200cc。 まあ、この計量カップで測れたじゃねえか、 200g。 薄力粉って薄力粉のメモリ書いてあるじゃねえか、そこの薄力に。おい、これ薄力粉って書いてあるぞ。知るか。なんで把握してねえんだよ、お前が。お前がや。これボールから溢れるんちゃうかな。ボールちっちゃいんじゃん、ボールが。ボケ。100均に売ってるボールこれしかなかったんじゃん。なんで100均で買うの？え？あ、お店は100均だけちゃうぞ、ボケ。じゃあ次までに大きいボール用意しときまーす。はい。用意せんかったら？あ？自害する？俺何？親に顔向けできんやろ、ボール用意できなかったら自害したっていう理由。どんな理由で死んだんだよ、こいつ。自傷しよう、自傷。何自傷って？あ、傷をつけるってこと、体に。そうそう。戒めとして？うん、分かった。あ、そうしていこう。あの手の甲にさ、正の字でさ、傷入れていかん。失敗、何かやらかすたびに。まあ、いい、それいいアイデアだね。忘れないしな、それを見るたびに戒めとして思い出せるしな。うん、
ついでに炭とか流せたらちょうどいいねんけどな。江戸時代の犯罪人みたくなってきたな。てかお前フライパンなんで昔のな、新しいフライパンは。え、新しいフライパンの方がいいのか。え、なんでそれを使ってるの。それはもう揚げ物専用とかにしろよ。このテフロン剥がれてるから。そうそうそう。え、なんでそれ使うの。いや頭おかしいよお前。いや、これの方が大きいからさ、その作るのに適してるかなと思って。え、それの方が大きいか。そこれの、え、これの方が大きいで。そこめん、まあ、向こうの方が新しいやつが大きいわ。はぁ、目もおかしなっとるやん。や、頭だけじゃなく。ああそうだね、そうすればよかったね。確かにこれ揚げ物特製とかにすればよかったな。はい、じゃあ手の甲出して。いや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 、これは違うでしょ。いやいや、これは手の甲案件じゃないでしょ。どういうのが手の甲なん。例えばなんかその蓋買ってないとか。そう、蓋買ってないとか、何かを忘れてるとか。ああ、じゃあお玉出して。はい。いいえ、手伝うと思ってたのお前。じゃあ右手の手の方にしよっか、成功の方は。いや、なんで成功の方を書き込むんだよ。いらないだろ。3枚ぐらい。おいおいおい、そうそう、ダラダラ喋ってるからめちゃめちゃ熱されてるやん。お前なんでそこに溜まるみたいな感じになった。へこんどんじゃん、お前。またあーお、あーお、すごい。中心にね、その上に生地乗せるから中心にね。てか中火が強すぎ、火が強すぎんじゃん。あ、火が強すぎんのか。はい、2回ぐらいかけたらいいんか。もうちょっとか、これぐらいか。あ、うんうん、分からへん、厚みが。で、お玉の底でちょっと広げる、丸く整えるというか、中心からね、外側だけじゃなくて中心からぐっと。そう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 。おお、いい感じ。うん、そいつは多分だけど、もう、毅然になったと思う、そこ。見たら見たら。いや、見たら、なってるって、だから。見たらなってるって。なってる。あ、じゃあひっくり返せよ。ひっくり返すぞ。ひっくり返していいんだな。うん。ほわ。はい。うわぁ。うわぁ。一回やり直、これを部分を、一回やり直していい？これをどかして。一回？一回。うん。それはどうするの。これはだから食べるよ。これも食べるよ。じゃあこれは、まあ、じゃあ火取るまでちょっと待つわ。で次がこれじゃ あの1回目だから失敗ね。2回目次成功するから。じゃあそれはチンで加熱しよっか。形もぐちゃぐちゃやし。マジ、これレンチン、マジマジマジ、これレンチンすんのこれ。じゃあだって熱さもなんか変な感じになっとるやろ。うん、なってるよ。だからもう後でチンして加熱したら中まで火取らんやろ。ほらな。あ、あ、あ、まあええやろ。はい、ソースかけて。ソースかけるぞ。うん、はい。何それ。何が。伸ばすよ。え、あー、そうなの、伸ばすの。お前お好み焼き食ったことないんか。え、ソースなんか伸ばすか、お好み焼きって。こうじゃない。伸ばすやろ。伸ばすの。お前ってのマヨネーズやろ。え、伸ばすって何、こうバーって。なんで鉢やね、スプーンとかでええやろ。こういうこと。塗っとるやろ普通。塗ってるか、筆みたいなやつで。あ、塗ってるか。もうお米食ったことない。え、何、次マヨネーズ。はい、マヨネーズは細いやつをシュ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 ンってやるやつ。わかるやろ。下手くそ。よし、なんで全部使ったの。え、そんないらんやろ。手でベーって。え、どう、もう一枚焼くやろ。だって、いや、まあもう一枚は、じゃあもう一泊作ったらいいやんか。うん、いただきます。でもしっかりちゃんと中まで火が通ってて、お好み焼きだよね。だからお好み焼きの味だよ、うん、お好み焼き作ってんね。何、お好み焼きの味だよ。いや、だって
いや、その想像通りの味だったから。うん、キャベツはシャキシャキで歯応えがあって美味しいね。合うね、やっぱり。じゃあちょっとご飯と一緒に食ってみるね。うん、通常の漬物的なポーションで食っていいんでしょ。これ食っておかずとしてご飯いっちゃっていいわけでしょ。これを食って後にね。そっちがおかずな、ご飯がおかずみたいな言い方してる。ハム、まあまあまあ、うん、ハムって言うな、ゴミ。貴重いんじゃ、死んだ方がええんちゃうか。うまいな。やろ、うまい。合うやろ、全然。全然合うね。うん、全然美味しいね。うん、なんなら、あの、美味しいっていうか、ちょっと好物の部類に入るわ、この食べ方が。そうそう。な、うん、うまいね。ちょっと あれだったわ、偏見で見てたわ。なんか、あ、そんなことおかしいなっていう目で見てたけど、うまいわ。何もおかしないもんだって。何もおかしない、全然うまい。じゃあ通常さ、豚玉ってさ、俺はこれちょっとちっちゃいけど、もっと平べったいやつやるじゃんか。うんうん。みんなそれ時どうやってやってんの？あの、丸々食ってんの？切ってんの？箸で切るか、うん、まあヘラで切るか。あー、ヘラで切るパターンもあるのね。個人個人で好きでいいんだ。うん、ええんちゃう、別に。はこんなもんやからな、作法もクソもないやろ。そうそう、聞いて。うん、うん、ソースと合わない。この味噌味。わかった。うん、お互いの味が強いから、うん、喧嘩し合うね。じゃあ次、焼くとき、それ水でよく洗って。うん。味噌落として。うんうん。やってください。肉の味的には、油が乗っててすごくいいんですけど、味がちょっとね。うん。